皆さんこんにちは、水木あおの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はイデオドゥルッドゥッドゥッバウンということでね、まあ、これ見てもしかしたらリンゴかなみたいな、そう、あの梨を買おうと思ったら間違えてトキっていうリンゴを買いそうになって、あ、違うわ、梨やった、何してんだ、あっちゃみたいな感じになりかけたっていう、はい。で、今日はこの梨を食べていこうと思います。じゃあ早速皮を剥いていただきます。それじゃあいきます、せーの、うわっ、どー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 ん。ということでね、早速梨をしんみりしんみり食べていきたいと思います。じゃあ皆さんとかで嘘嘘、 ASMR じゃありませんのでね、皆さんしっかり、食べる音も聞きながら、おしゃべりもしながら食べていこうと思います。いただきます。いくで、あの、今回なんでこういう風に切ったかっていうと、梨狩りも多分季節的にもこれから梨狩りが始まんねんけど、梨狩りとかで、梨を食べるときはナイフとかをもらって、その場でこうやって切って自分で食べていくことが多いので、今回はこのようにもう丸かじりするように切ってみました。あ、切っていただきましたでした。はい、まあ、どんどん食べていきます。ちょっとサムネイルのような写真を撮ります。いただきます。めっちゃ美味しい、みずみずしい。なんかやっぱ中の方の方が味が濃くてすんげー美味しい。
おいしい。うん、あれ、なしって種あるやんな。この部分はもう種なので、食べずに置いておきます。はい、ということで、今回は梨を食べてみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。秋は絶対梨の季節なんで、梨狩りやら梨を食べてみてください。それではバイバーイ。